ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はちょっと用事があるので、西部秩父にね、向かいたいと思います。今日は8月の12日、水曜日です。飯能駅にいます。はい。飯能駅は、駅自体が、スイッチバックをね、する駅になってます。飯能駅に着いたら、京急のね、色の電車と、あと、これ4000系ですね。いました。これに乗って、西武秩父に向かいます。はい、飯能駅を出発します。はい、飯能駅と東飯能駅の間のね、ところがね、複々線化したかったみたいですけど、単線のままになってますね。はい、東飯能駅です。ちょうどね、 JR 八高線と乗り換えの駅になってます。マルヒロ百貨店っていうのがあって、八高線がね、なかなか乗り継ぎが良くないんで、待ちをするのにいい百貨店になってます。はい、ここがね、武蔵ヶ丘信号場というところで、上りと下りでね、入れ違いをしたり、あと乗務員の交代をする場所になってます。なのでね、止まってます。はい、狛江駅です。これね、狛江駅の前はね、トーテムポールが立っていることと、あと、反対側の方はね、巾着田っていうのが有名です。
はい、武蔵横手駅です。ここはね、ヤギを飼ってる駅で有名な駅です。はい、少しね、雨が降っちゃいましたけど、はい、空は結構ね、綺麗な雲と、あと晴天になってますね。はい、東阿賀野駅です。はい、奥武蔵グリーンラインというね、登山道がありますね。あと、天文岩というところがあって、映画のね、天地明察という映画に出てきた渋川を助けた、千葉さんという人がね、有名な場所です。川が見えますけど、この川は、駒川っていう川です。はい、テーブルの下にね、瓶の栓抜きがありました。あとは、国道299号線というのがね、西武、秩父線と並行して走っています。
コウブリ峠の山が見えてきました。これはね、平安時代に、源義経と弁慶が、奥州に逃げるときに、通った山になってます。阿賀野駅です。ここから西武池袋線が終わりで、ここから先が西武秩父線という名前になります。はい、なんでここで、名前が変わるかというと、阿賀野駅がね、もともと西武池袋線の終着駅だったからですね。ここから先は電車がなかったんです。はい、秩父の人はね、東武東上線の方をね、回って、池袋の方に出ることしかできなかったんですけど、ここの先ができたことによって西武線をね、利用できるようになったんですね。はい、西阿賀野駅です。西阿賀野は、根の権現っていうね、お寺が有名な場所です。境内に、鉄のわらじがあって、足腰をね、強くするための、お寺になってます。この辺から緑のね、色がね、すごい綺麗な緑に変わってきましたね。はい、トンネルに入りました。トンネルはね、このぐらいの長さですよね。小丸駅に到着しました。イニシャル D で有名な小丸峠がある駅です。あと、小丸トンネルっていうのがね、これから通ります。ちょうど対向に、52の私服っていうね、レストラン電車が、止まってました。はい、いつかね、乗ってみたいですね。伊豆ヶ岳を越える道、約5時間。このね、看板すごい気になりますよね。殴りに抜けたらバスで帰れるんだろうか。どうやら、足がくぼに抜けた方が良さそうなハイキングコースみたいですね。小丸トンネルに入っていきます。小丸トンネルはね、全長が4811メートルの鉄道のトンネルになってます。で、中にね、小丸トンネル信号場っていうのがあります。そこで、上りと下りがすれ違うようになってる不思議なトンネルになってます。で、近鉄のね、新青山トンネルっていうのが開通するまでは日本の私鉄の中で一番長い、山岳のトンネルになってました。
車との交換待ちをいたします。まあ、車少々お待ちください。
足が久保に到着しました。駅のね横にあの果樹公園足が久保っていう道の駅があります。あと川がね、流れてまして、そこで、川遊びもできるようになってます。西武線はね、戦後、まあ、土地を堤社長がね細長く、土地を買ってったっていうのがね、地元の人たちで有名な話になってますね。で細長く、土地を買ったと思ったら、電車が敷かれたということで西武秩父線っていうのが、出来上がったみたいですね。西武池袋線かな。まあ、ここまでね電車が通ってるのも堤社長がね、土地を買ってったおかげなんですね。横瀬駅です。横瀬駅のね横には車両基地があって、よくね鉄道の日にイベントがあるところですね。よく来ました。はい、横瀬の最初のトンネルを抜けると左側に、武甲山が見えてきます。埼玉県の学校だと、マウント武甲っていう風にね英語で、習うことになってます。マウント富士っていうのは、別の学校じゃないかな。秩父駅に到着しました。まあね30年前と比べるとねかなり綺麗になってますね。すごい昔はね、西武秩父駅から、軽井沢駅までね延伸する計画もあったみたいですね。秩父のね小鹿野っていう町を通って、軽井沢にね延伸する計画あったみたいなんですけど、まあ時代の流れで、中止になったみたいですね。はい、後ろ側に見える線路がね秩父鉄道で、秩父鉄道と直通運転することが実現しました。西武秩父駅の渡る橋ですね、ちょうどね上から見ると武甲山が左の奥の方に見えます。であと真ん中の線路がなくなってますね。乗ってきた4000系がねちょうど折り返して飯能駅に向かっていきます。西武秩父駅前ですね。まあ、外観は綺麗になってますね。で、ロータリーなんかはすごい昔から変わってないですね。では、以上ですね。ご視聴ありがとうございました。